武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は首都大学東京の日本史の勉強について話していきたいと思います。日本史ですが、大問が5題で時間が90分で、論述が中心の記述と論述の問題となっています。で、論述そのものは一個一個はそんなに長くはないです。実際多いのはまあ大体100字超えないようなものから多くて120字程度の論述になってますので、それぞれはそこまで字数は多いわけじゃないんですが、トータルで見ると、まあ、900字ぐらい書いたりします。800か900ぐらいですね、になりますので、まあ、割と多い構成かなというふうに思います。なので論述の対策が必須にはなるんですが、比較的出やすいのが文化史関連、そして、まあ、外交、そして、経済などですね。まあ、このあたり割と出やすくはなってますので、まあ、ただとはいっても結構その通称流れしてないと解けないようなものなので、実質論述の参考書などは一通りなんか一冊仕上げとく必要があるかなと思います。なので、レベル的には、そこまで難しいことを要求されるような、問題ではないので、センターでしっかり、高得点、取れるようになっている状況であれば、それに加えて、考える日本史論述など一冊しっかり仕上げておいて、まあ、教科書や、実況中継など読み込んでおけば、十分対応できるかなというふうには、思います。で、また資料の読み込み、ちょっといるかなと思いますので、資料問題、こちらもしっかりやっておくように、しておきましょう。で、論述に関しては基本参考書でやる場合には長い論述の対策がメインになってきてしまうとは思うので、まあ、短い論述やりたい場合には、段階式日本史論述トレーニング Z 管理やつですね、などをやる、もしくはまあ長い論述の中のテーマをちゃんと分けて、まあ、この部分で、まあ、100字とかっていう形で、まあ、一つの長い論述の中で、テーマをちゃんと分割して聞かれていることに答えられるようにするという練習を、しておく、ことが、重要になるかとは思います。基本的には、まあ論述の対策さえしておけば、十分対応できる、難易度だと思いますので、まあ、付け焼き刃の知識にならないよう、まあ、長めの時間をとって、早いうちから対策を心がけるようにしてください。以上が首都大学東京の、日本史の勉強となります。